資料におけるパルティアンショット画像は、キダーラ朝にゆかりある銀製の鉢、エフタルの銀鉢の表面にあしらわれたレリーフの一部で、馬に乗って狩りをする貴族たちのうちの該当箇車だけをトリミングしたもの。460から479年間の作、ガンダーラで出土。丸い鉢の外側表面は4画面構成になっており、それぞれに異なる技で獣を仕留めようとしている様子が描かれている。 槍でイノシシを狩る者、剣でオスライオンを狩る者、正面への汽車でヤギ族動物を狩る者、そして後方への汽車でメスライオンを狩る者の4種類である。後方への汽車で狩りをする者の視線の先には前半身を起こしている2頭のメスライオンが描かれており、1頭は逃げ、1頭は人に向かってきている。襲いかかる大型猫か動物と後方へ汽車する。 人というモチーフは、8世紀、東大のトルファンのアスターナコボグニやサーサーアガーサ、ペルシアの遺跡から発見された、考古遺物にも見られる。戦いにおける、パルティアンショット6世紀後半にサーサーアガーサ、ペルシアとアクスム王国が衝突した、エチオピア・ペルシア戦争の様子を描いた布。左上の方に描かれている弓騎兵が、パルティアンショットの体制をとっている。 パルティアンショットを行うオスマン帝国の弓騎兵、中世の年代記として編まれた装飾写本に描かれているミニアチュール。パルティアンショットとは、休日における写法の一つ。軍事においては、弓騎兵の写法の一つであり、また、その写法を用いた戦術をも指す。軍事においては、遊牧民族の弓騎兵が、一撃離脱戦法のための用いる写法の一つ、及び、 その写法による戦法を指す語である。パルティアの射撃を原義とする。この語が成立したのは、西暦紀元前後数百年の間古代、オリエント世界の中央部で繁栄したパルティア王国が、その使い手として知られ、何度も交戦したローマ人を体験者として、後のヨーロッパ人にまで語り継がれたことによる。オンラインエティモロジーディクショナリーによれば、そもそも英語のパーシアンという語は、 1580年代にパルティアンショットについて言及した一説をドア、パーティーニングツーザパーチャンスに消失している。なお、パルティアで開発されたものではなく、それより、はるかに古いスキ体に起源を求める説が有力である。古代中国では、アルサケス朝を漢訳名で、暗息と呼んだことから、現代中国語では、暗息会話や、現代日本語では、 暗息式射法とも呼ぶ。ここでは、いて、アーチャーが用いる射法としてのパーシアンショットについて解説する。軍事分野におけるパルティアンショットは、戦いの最前線に出ては、馬上で後ろ向きに矢を放ってから後退することを繰り返す戦闘方法である。パルティアは遊牧民が政権中核を構成した国家であり、弓と馬の扱いに秀でていた。そのため軍隊の主力にも、 景気兵を採用しており、機動力を生かした戦いを得意としていた。景気兵は、槍や剣ではなく、弓で武装し、一定の距離を保ち矢を放って、敵を苦しめた。こうした景気兵を効果的に活用するために、パルティア軍は接近した白兵戦につながる海戦をできるだけ避け、戦闘になっても海戦で決着をつけようとはせずに、すぐに退却した。 退却するパルティアの部隊が追撃する敵に逃げながら矢を放つと、その損害に敵が浮き足立ったり、高速移動に敵の戦列が対応できずに戦闘体系が乱れる。すると、パルティアの部隊はかかとを返して攻勢に転じた。こうした戦法は、パルティア独自のものではなく、突き隊、強度、モンゴル帝国といった遊牧国家の戦争に共通したものであるが、ヨーロッパに、 古典文明を伝えた古代ローマが本格的に退治した遊牧民勢力がパルティアであったためヨーロッパ人にとって遊牧民の戦法はパルティア的なものとして記憶されるようになったこのようなパルティアの戦い方から逃げながら馬上から振り返りざまに撃つ弓矢の喜劇をパルティアンショットと呼ぶようになったこうした馬上の休日はパルティアの後継政権であるサーサー安朝の帝王の 狩猟図像などに記録されているものを今日でも見ることができる。なお、日本の記者では通常的ではないが、後方からの前方射撃への対処として、パルティアンショットに似た後方射撃の技術、押しひねりが存在し、戦況の次第ではこれを使用した。ここでは、捨てゼリフとしてのパーティングショット及びパーシアンショットについて解説する。 捨てゼリフを意味する英語の慣用句パーティングショットは、常実の英語パーシアンショットと同コ語の関係にある。ここに見られる、パーティングは、パルティアの古代ニリシア語名に由来しており、E、パーティングパート、L、パーサス GRC、パイローシータ、つまりは、パーシアンショットと同じ語源から発しているわけである。そしてまた、パーシアンショットの方も、パーティングショットと同じ意味をも持っている。 ファイヤー、ディーブ、a パーティングショットは、捨てゼリフを吐くを意する寛用表現である。デリバー、エーパ a ティングショットは、前者より意味が、心持ち柔らかい。ヒズパーティングショットはズドロップデッド。p をあやくすれば、彼の捨てゼリフは、消えうせろだったとなる。なお、英語パーティングショットと、日本語としての、パーティングショット及び、パーティングショットについてであるが、 現在、作品タイトルなどを除き、移入は確認できない。ありがとうございます。